コーム・ネツナは、台湾の台中市出身の元プロ野球選手、野球指導者。宇藤右内。現在は、統一ライオンズのヘッドコーチを務める。2002年10月に開催された富山、アジア競技大会の野球チャイニーズ・台北代表に、選出された。国立台湾体育学院から、合作金庫銀行を経て、2005年に、台湾。 中華職業棒玉大連盟の統一ライオンズに入団。2004年8月に開催されたニアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。2006年開幕前の3月に開催された WBC のチャイニーズ台北代表に選出された。2008年8月に開催された北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。 2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のチャイニーズ台北代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2010年オフの11月に開催された杭州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2012年9月21日に第3回 WBC 予選の チャイニーズ・タイペイ代表に選出された。オフの11月には、第3回 WBC 予選前に、キューバ代表との国際親善試合である、サンダーシリーズのチャイニーズ・タイペイ代表に選出されている。2013年1月14日に、第3回 WBC 本戦のチャイニーズ・タイペイ代表に選出された。2015年9月30日に、第1回、 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。手話で三振が少ない堅実な打撃が武器の攻撃型捕手でありながら現役台湾プロ野球界の捕手の中で守備のウィンシェアーズの最も高い捕手でもある。ニックネームは千秋王子のダメカンタービレで千秋真一を演じた玉木博に似ていることからこの名前が付けられた。 ありがとうございます。